美しさと男らしさのランキングで連続トップ平野翔が目黒連スノーマン佐藤勝利セクシーゾーン長瀬連キングプリンスなど全ての対戦相手を美しさで破った日本のエンターテインメント業界は時折風変わりなまでに輝く新星を生み出していますその中でも男性アイドルの世界は特に輝きを放っています彼らの美しさは 整形手術をしなくても自然なものでありこれが彼らを一流のスターに押し上げる理由の一つですこの美学は日本のみならず K-POP や C-POP のファンにも受け入れられていますしかしこの美しさだけが彼らの魅力ではありません今日はその中でもトップランクに輝くいくつかの男性アイドルに焦点を当ててみたいと思います彼らの名前を挙げれば 数えきれないほどのスターが現れますが、その中でも突出した存在がいます。そう、平野翔です。彼はハンサムで、男らしい顔立ち、そして引き締まったボディで、多くのファンから絶大な支持を受けています。彼の筋肉美と多彩な才能は、数多くのファンを魅了しています。日本のエンターテインメント界には、数えきれないほどの男性アイドルがいます。 しかし、その中でも特に自然な美しさと魅力で知られる人々がいます。この物語の主役は誰もが一目見て惹かれるその魅力を持つ平野翔という名前です。平野翔は1997年に愛知県で生まれました。彼はキングプリンスという人気アイドルグループの一員として数年間活躍してきました。しかし、 彼は常に新しい挑戦を求めていましたそして2023年の10月彼は神宮寺優太と雁優太という才能あるアーティストと共に新しいグループ n o イを結成しましたこれは彼が自身の音楽的な個性をさらに追求するための一歩でした新しいグループでの活動と並行して平野紫は多くの別の分野でも活躍しています 彼は高級ブランド、ルイス・ビットンとの提携を果たし、様々な広告キャンペーンに出演しています。また、サントリー人エス u i やデジタルハリウッド大学の CM にも起用され、その存在感を世界中に知らしめています。しかし、平野賞だけが注目を集めるわけではありません。日本のエンターテインメント業界には、多くの才能あるアーティストがいます。例えば、 セクシーゾーンの中島健ともその一人です彼は1994年に生まれ東京で育ちました彼もまた音楽だけでなく演技の世界でも成功を収めています2024年3月31日長年在籍したセクシーゾーンを卒業するという発表は多くのファンにとって驚きでしたが新たな挑戦を求める彼の姿勢を示しています 三、佐藤勝利、セクシーゾーン。四、長瀬恋、キングプリンス。五、目黒恋、スノーマン。六位、京本大河、ストーンズ。七位、小滝望む、ウエスト。八位、八木雄星、ファンタスティクス・フロム・エグザイル・トライブ。九位、高橋京平、何は男子。十位、道枝俊介、何は男子。同率十一位、 片寄せ良太ジェネレーションズフロムエグザイルドライブ。同率十二ラウールスノーマン。十三位松村北斗ストーンズ。十四位那須雄斗美少年。同率十五位浮所日高美少年。同率十五位ジェシーストーンズ。十七位サノレオジェネレーションズフロムエグザイルドライブ。同率十七位神宮寺勇太。 ナンバーアンダーライン I 同率19位森本慎太郎ストーンズ2 0位佐野勇斗 MLK 日本のエンターテインメント業界におけるこれらの変化は単なる一時的なものではありません彼らの成功は日本の文化や価値観が世界に広まる過程の一部ですそしてこれらのアーティストたちが受ける支持や注目は彼らの個性や才能だけでなく 日本のの美学やエンンターテイメントの進化をも表しています私たちが日本のエンターテインメント業界を眺めるときそれは単なるファンタジーの世界ではありませんそれは多様性と創造性の結集であり常に新しい可能性を探求する場ですこれらのアーティストたちの物語は彼ら自身だけでなく彼らを支えるファンや関係者の物語でもあります これらの男性アイドルたちの輝きは単なる性形や外見の美しさにあるわけではありません。彼らの魅力はその人それぞれの個性や多様な活動にもあります。彼らは単なるアイドルではなく俳優やモデルとしても活躍し多方面で才能を発揮しています。その結果彼らはファンのみならず業界内外からも高い評価を受けています。 しかし、一方で、この男性アイドルの世界には、輝く表舞台の裏側に潜む厳しい現実も存在します。ファンからの期待やプレッシャー、常に注目されることでのストレスなど、彼らも普通の人間であり、その一面を持っています。そのために、彼らのサポートや理解がより必要不可欠な時期になるかもしれません。これらの男性アイドルの世界は多様で複雑です。 彼らの輝きや魅力について考えると同時に、彼らが直面する課題や未来についても考えることが重要です。彼らは単なるエンターテイナーではなく、人間であり、私たちと同じように人生の喜びや挑戦に直面しています。さて、この物語はまだ終わりではありません。これからも彼らの活動や成長を見守り、彼らが世界中のさらなる成功を収めることを願っています。 あなたは日本のエンターテインメント業界についてどのような見解を持っていますかあなたが注目しているアーティストはいますかそして彼らの成功の背後にある秘密は何だと思いますかぜひあなたの意見をお聞かせください。